はい、コインライドットコム新聞、社員系教育 YouTuber 土です。今日はですね、3月4日ということで、撮らせていただいております。今回は、私が、ちょっと習慣として毎朝やらせていただいていることについて、ご紹介できればと思います。まあ、今私33なんですけども、まあ、20代の一般会社員とかの方向けにですね、ちょっとおすすめな習慣としてご紹介できればと思います。それはですね、今ですね、まあ、いろんな情報が、まあ、ネットとかでいろいろ取れると思うんですけども、まあ、何が、まあ、今いい情報というか、スタンダードな情報として持っとけばいいのかとか、まあ、いろいろね、あると思いますけども、一つはですね、この日経新聞、まあ、これ会社で取られてる、弊社も取っているものではあるんですけども、まあ、それを、まあ、利用して、毎日やっている習慣、もう簡単に10分じゃない、もう5分ぐらいでどんなに忙しくてもできる習慣で、やっとけば、まあ、後々プラスになるっていう、私もちょっと実感を持っているものではありますので、そのご紹介をさせていただきます。まあ、簡単なんですが、もうこの日経新聞読みましょうっていうね、話って、どんな会社、まあ、私も1社目はですね、保険会社に勤めてまして、毎朝これをの試験をですね、やられてたんですね。もうこのもう読み込んで、毎朝読み込んで、この日経平均株価なんかいくらでしょうとか、まあ、金融機関では、まあ、よく、まあ、これは熟読するものではあるんですけども、一般、まあ、会社員、としてもですね、まあ、スタンダードな情報として持って、おいた方がいい情報だと私も実感してます。で、まあ、私もちょっとお調べする中では、このいろんな新聞ありますけど、日経新聞っていうのは一般ビジネスマンで、役職者の方は、まあ、7割ぐらいはもう読んでる、スタンダードとして読んでる情報ではあると思いますので、まあ、スタンダードな情報としてはチェックしておくべきだなというふうに思います。で、そこでちょっと私が2017年ぐらいからやらせていただいている習慣がありまして、それはもう簡単です。この日経新聞の一番トップ記事をまとめるというか、トップ記事のここの部分を Excel に入力すると。で、あとはそれがどういう情報のタイトルなのかで、何日なのかで、あとはこの情報を入力して、であと日経平均株価を入力して、であとは一番裏面ですねに、私の履歴書っていうやつもあるんですよ。で、これは毎月いろんな方にフォーカスして、その人の、まあ、生い立ちだとか、人のあり、まあ、ビジネス界として、まあ、注目すべき方っていうところをおそらくピックアップされてると思うんですけども、今回に関しては連合の会長兼社長の大坪清さんという方が今月の私の履歴書になってるんですが、まあ、そういう方を、まあ、自分でまとめて一覧にしておくことで、まあ、社会情勢としてどういう流れで今来てるのかとかで、まあ、仕事をしてですね、若い、まあ、20代とかで仕事した時に、例えば、まあ、40代50代とか、まあ、60代の方とかお会いして、でそこで話す時にこう日経新聞の話題をちょっとでも話せれば、あ、こいつできるなみたいな、こいつ意外とチェックしてるな若いけどっていう感じで思われることもあるので、まあ、やってて損じゃないと思うんですね。5分ぐらいでできるので、でそれで、まあ、例えば、まあ、それをですね、どんなに忙しくてもそれぐらいはできるじゃないですか。ね、この見出しが何なのかで、あとは今どういうニュースが、まあ、一番トップニュースとして日経新聞上げてるのか、日経平均株価は どうなのか、まあ、前日の前触れぐらいしかここでは分かんなかったりしたり、あとはネットでちゃんとまとめられてるもするんですけど、自分でそれをまとめることに意義があるんじゃないかなと、そうすることで、あ、こういうことあったなとか、あとは文章の、これもトップもね、
プロが書いてる文章だから、あこういう感じの文章、あ言い回しだねとか、あのそういうことが他の仕事でも生きてくると思うんですね。はい、ということでちょっと私が習慣としてやらせていただいているものをですねご紹介させていただくので、まあ新入社員になる方とかですね、まあ、20代の方とかね、まあ、やっておけばプラスになるかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ではチャンネル登録と、今ですね67人ということで、なりましたので、着々とですね増えていただいて本当にありがとうございます。あの右下にチャンネル登録ボタンみたいなポッて出るやつをですね今回からつけてみましたので、ぜひ見ていただければと思います。では